バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。ナイエスはどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。ナイエスの捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。ナイエスさんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。
土砂撃により強制停止。
何か用？微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは？いや、なんでもない。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな、デボル。早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。
生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。ありがとう。我々は同行していた夜破棄隊ラインエスを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。ラインエス、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は？落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。アクセスポイントの修復完了。
地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。